プレミアビップ6さん、ベンフカの神童ネビスを争奪せね。ベンフカ所属のジョアン・ネビスをめぐりリバプール、マンチェスター・ユー、チェルシーの3クラブが獲得競争を繰り広げることが確実となった。ベンフカはネビスと2028年6月までの契約を交わし、その契約解除金を1億2000万ユーロ、日本円にして約198億円に設定。高額な契約解除金が高いハードルとなりそうだ。リバプールは層が厚くて出場機会勝ち取るの難しそうだし、マンユー・チェルシーはチーム状態良くないし、ドルトムントとか挟んだらいい。契約解除金満額支払うクラブはないだろうし、ベンフカも無理に安くしてまで売る気はないだろう。生え抜き打って帳尻合わせしなければ、とか言われてるチェルシーはどう考えても無理だと思うぞ。どんな選手か正直わからないが、ジョアン・フェリックスみたいなこともあるので高額で焦って買わない方が。ベンフカさんはそれ以上に成功が多いからね。安定と信頼のベンフカブランドよ。この冬の動きからしても来季以降は今までみたいに大金動かないと思う。なぜか FFP 違反関係ないチームもあるが、ユナイテッドが動いているのは前々からだが、以前はシテと争奪戦とか言われてなかったか？チェルシーはネタ枠だろ。ジェームズとギャラガーを売りに出さないと制裁食らうの298億円は笑うわ。チェルシーの名前出てきた時点で信憑性皆無。リバプールも急いで取る選手じゃないし、本命はユナイテッドでしょ。19歳とはいえ約200億円か。さすがに高騰しすぎだな。